適当に青森駅の街を適当にお散歩してみたいと思います。なんで信号機立てか知ってる？知ってるよ。はい、何言ってみて。雪が積もないでしょ。それさっき私が教えたマウント。いや、マウントそっちがな、ジュナが教えたやつやで。マウント、のどかですね。あ、これ水蓮じゃない？合ってる？水仙。あっちは港の方らしいけど、ちょっと肌寒くなってきましたね。じゃ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 ーん。おー、すごい、晴れてない。あ、これが青森ラブリッチなんだって。映えスポットみたいな感じらしいよ。うん、ほんとほんと。晴れてたらね、夕焼けとかだったら、うん、ほら、あっちにほら、カジオキレイとかもあるじゃん。はっ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 。すごい、でも磯の香りすごいよ。どう？映えてる？曇りだけど。わあ、でも海じゃないこれって。これさ、今これ携帯投げてさ沈んだらうぎゃーってね。やめてよ、絶対やらないよ。今度 M ちゃんだからね。やらないよ。え、海でしょこれ、うん、すっげー海。それ山でしょ。これ泳いで一生、なんか一生泳いだらさ、なんかどこだろう、海ある国ってどこ、基本どこもある。行けるよね。これ晴れてたら夕焼けすごい綺麗だっただろうな。無理だよねこれね。へ、意味もなく沈んでいくよね。意味もなくって言ったらどう、ちょっとこっちの風景もみんなに見せてあげて。これが青森の海です。なんていう海なんだろうこれ。え、日本が面してるさ、海って何個かしかないんだよね。オホーツク海とか日本海みたいな。違うすごい顔してる。これは青森ってちなみに日本のどこらへん？北海道あるじゃん。で、東北こうやってあるじゃん。その一番上もしかして青森。あ、結構遠いところ来たのよ私たちね。だからだってあれでしょ、一番上って北海道でしょ、その次に遠いところにいるってこと。やばー、あげじゃん。これ磯の香りいっぱい吸ったら治るかな、花粉症。山のものでしょ、だって杉とかそういう花粉のものって。え、海から花粉って飛んでる？違うよね、だって植物あるけど。でも雨降ったらさ、雨降った次の日とかって逆にこう花粉が落ちてひどくなるらしいけど、海は関係ないでしょ。え、青森遠いね。そんな上だったんだ。そりゃ寒いわな。そんな、なんか撮り続けても何も出ないですよ。いやいや、肩が怒って見えるなってあ、海だから怒りで。違う、パフスリーブで可愛いでしょ。どう？ちょっとこれ、私さ、こういうさ、海辺に来るとさ、やることがあるの。私タップできないんですけど、タップダンサーっぽくできるの。いくよ。やっ、どう、タッパーっぽくない？ちょっと息上がっちゃったよ今ので。でもほんとさ、なんかこうマスクしないでこうやって外に歩けるになってよかったよ、本当に。ね、ね、ね、な、あ、何ぬ、ね、の。青森駅の前に、なんかすごいね、こうやってリンゴの工場みたいな、ファクトリーみたいなおしゃれな建物があったんで、その中でリンゴ飴を買いました。青森さん、なんかいっぱいリンゴの、なんかおでんとかも売ってたんだね。かわいい。やっぱ違うね。ね。うん。うん。
やっぱすごいリンゴが新鮮でシャキシャキだわ。さすが青森リンゴです。うん。珍しくない？ね。太めのフリーズドライ。買ってみる？ね。買ってってみる。確かに。こういう細いのはあるけど。ね。そう、ヒラメ。ヒラメ美味しそう。魚がいっぱいだね。ちまき、ちまきいいな。うわー、海鮮。あ、お肉もあるね。最高これ。くんさき。こんなに入ってて美味しそう。あー、美味しそう。ホタテのあれはないのかな、ホタテのさ。あ、鮭とば。あ、これ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 。こういうの美味しいんだよね。うわー、お酒が飲めたらもっと最高だな。そしてあんまりお腹空いてなかったので駅前のお店に入って喫茶店のこうプリンを頼んだんですけど、なんとこれが大当たり。もうね、ほら、もう一番好きなプリンの味してた。本気で多分人生で一番望ましい味をしてたよ。これこの店カットに置いてくれないかな、置いてあるのかな、ちょっと調べてみよう。めちゃくちゃ美味しかったです。こう私たち固めプリンが好きなんですけど、これ本当にもう超失礼ながら予想の何十倍も美味しかったです。ということで青森編まだまだ続くので皆さんお楽しみに。またねー。